グループデスポルティーボエストリルプラヤは、リスボン県カスカイスのエストリルをホームタウンとするサッカークラブである。単にエストリルと呼ばれる。総合スポーツクラブであり、サッカーの他にフットサル、バスケットボールの部門がある。南米最大のスポーツマーケティング企業トラフィック、スポーツが保有するサッカークラブのデスポルティーボブラジルと提携を結んでおり、 トラフィック社がパスを持つ多くのブラジル人選手がデスポルティーボからのレンタルの形で所属している。エストリルは1939年5月17日に創設された。チームカラーの黄色は太陽、青色は大西洋を表している。創設から4年後の1943から44シーズンに達差でポルトガルの決勝戦に進出したが、 SL ベンフィカに0から8で完敗した。1944から45シーズンに初めて、ポルトガル最上位リーグに昇格した。1999から2000シーズンから2002から03シーズンはサン部リーグに所属していたが、2004から05シーズンには1993から94シーズン以来となるプリメーラリーガに復帰した。 1>, 1シーズンでセグンダリーガに降格すると、2012から13シーズンにプリメーラリーガに復帰するまで7シーズンを2部で過ごした。2012から13シーズンはプリメーラリーガで5位に入り、UEFA ヨーロッパリーグ2013から14への出場権を獲得した。欧州の大会に出場するのはクラブ史上初の快挙だった。ヨーロッパリーグはグループリーグで敗退した。 2013から14シーズンはプリメーラリーガで4位で終了した。なし中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。